吉根さん、速稼塾の久保です。いや本当にね、すごい時代になったと思います。何と言いますか、その時間の速度が全然変わったというかね。時間って以前は誰にとっても同じように流れてたはずなんですよ。だいたい朝7時ぐらいに起きて、8時ぐらいに移動して、9時ぐらいからいろんなものがね、みんなで始まると。で、12時にはみんなで横に揃ってですね、お昼ご飯を食べて、また1時ぐらいから働き始め、で、就業時間、だいたい6時とか7時ぐらいですか。みんなで一斉に終わって、一斉に夕食、だいたいお風呂の時間も一緒でしょ。そして土日ですら、休日の日ですら、だいたい同じような時間を使って、同じようなところが渋滞して、そして同じようなところが流行って、同じようなところが流行らなくなって、ということでね、みんなで同じようなうねりを起こしていたと思うんですよ。それは今でもだいぶ引き継がれていますけども、でもやっぱりね、数は少ないんですけども、その横一線から抜け出し始めた人がいる。要するに時間の相対速度を他の人と比べてね、変え始めた人がいるっていうのは私は事実だと思うんですよ。例えばまあ政治のことですけども、たった一人から始めて総理になるんじゃないかなっていうところまで、たった一人で突っ走った方、最近でしたら令和新選組の山本太郎さんですね。これ芸能界にいて、中学を卒業した後芸能界に入って、まあなんかメロリン級みたいなことをしながらね、それから南の帝王の射程をやって、役者をやって、そして原発についての問題をどんどんね提起していって、気がついたら総理候補ですよ今。もちろん総理になるための会談はまだまだありますけども、少なくともこの人が総理をやったらいいんじゃないかなっていうふうに思われるようなところまで短期間できたんですよ。これ芸能人をあと10年20年やって可能だったかなと思うと、どうかなと思います。例えばね、ビートたけしさんっていうのは総理大臣をやるべき人によく上がりますけども、ビートたけしさんの芸歴とかを考えるとですね、山本太郎さんは今この45にしてですね、そこに来てるわけなんですよ。これはすごいなと思います。そして立花隆さんね、 N 国党のこの方も一人放送局というのを YouTube で始めて、インターネット一本でですね、国政政党を作って、そしてですね、多くの市会議員、県会議員ですかね、多くの方を、そして国会議員も政界に送り込んでいると。で、自分自身もいろんな有名人方ね、鴨頭さんですとかね、それから三崎裕太さんとか堀江門とか、こういった名だたる人たちと連携しながらどんどんことを進めていると。これ一人の人生の時間では無理じゃないかなってことをやってのけてるんですよ。この立花さん、 NHK の上級幹部職員として働いていたらこんなことできてましたかね。いやー、 N 国党って与党を取るんじゃないかなというふうな方も結構います。私もそんな気がしています。で、ビジネスの世界ですけども、インターネット一本でビジネスをしてですね、普通の人が一生かけて稼ぐべきお金とか、一生かけて払うべきお金とか、一生かけて時間を投入しないといけないこと、一生かけて人の信頼を集めないといけないことを、わずか数ヶ月や数年でやってのける人っていうのはもう珍しくないですよね。だって中学生ぐらいで40代50代の年収の10倍とか取ってる人がポロポロ出始めたら、じゃあ真面目にコツコツ進学して就職した、そういった40代50代世代は何だったんだろうか。自分たちの歩いてきた道ってのはものすごい無駄をしていたんじゃないかね。相対速度で全然違うわけですよ。時間ってのは基本的にはみんな決まってます。だいたい1日24時間ですよね。そして人生時間が70年とも80年とも言われてます。これは同じなんですよ。同じなのに、同じ例えば45歳でも人の3倍4倍を使ってきて45歳になる人ね。片やですよ、45歳になったのにまだ何も進めていない人っていうのがいるわけですよ。ちょっとね、私の例を取らせてもらいます。恐縮ですけども、私の場合は今隠居暮らしをして、大体40いくつだったかな、43ぐらいで隠居暮らしを始めたんですけども、今47です。4年間やってますけども、この4年間で、単純にですよ、単純に、観光とかっていう言葉一つ取ってもですね、多分年間で3回4回できるかどうかっていう風な観光に関しては、私はまあ毎日、ほぼ毎日やっていたりするわけですよね。47都道府県っていうのも回りましたし、海外にも何箇所も行きました。そういうことを考えるとゾッとすることがあります。私にインターネットの力がなかったら、インターネットをビジネスにするというそのね、第一歩踏み込まなくて、いまだに麻雀屋の親父をやっていたらどうなっていたかなと。
多分私が今人生で経験したこと、出会った人、見てきたこと、聞いてきたこと、学んできたことの全てはなかったと思います。単なる麻雀をやってるよくわかんない人で、もう50歳を迎える年になっていたと思います。家族も当然できませんし、多分今ね、息子の大和くんにも出会えてないでしょう。そして親孝行も当然できてませんし、借りたお金は未だに借金としてですね、私の人生を苦しめてると思うんですよ。全然違う人生、で私は相対的にものすごく早くお金を稼ぐことができた、まさに速稼塾なんですけども、この速さで稼げるんだったら、人の一生のですね、本当数倍と言ったら大げさですけども、少なくとも一人の人がコツコツ働いて上場企業入って、年収ね800万とか900万を40代50代で取って、そして残せた資産っていうものを、私は40からこの47歳で全て、叩き出したのかなと思いますし、ローンない家ですとかね、で借金を抱えてるわけでもないんで、毎日お金のために働くわけではないしっていうことを考えるわけですよ。でそう考えると何が言いたいかっていうとね、私ですらこういう風な人生を歩んでるわけですから、私よりももっともっとできる人って山ほどいるんですよ。私が追いつけない人とかね、逆立ちしても叶わない人って、このビジネスの世界に山ほどいるんですよね。それこそ無名ながらも力を持ってる人ってまだまだいるんですよ。でそういう人たちの人生っていうのは、もっともっと早く余裕があるものなんだろうな。そしてその人と一緒に過ごしてる家族っていうのは、どれだけね、豊かで幸せなのかなと思うと、なんかね、この恐ろしい気がしますね。時間っていうのは一体誰にとって足りないんだろうかと、そしてビジネスっていうのはどういう人に応えてくれるのかなと思うわけですよね。さあ今日の動画のまとめですけども、このままでいいんですかという言葉でね、まとめさせていただきます。このままでいいんでしょうか？それでいいんですか？本当に自分の人生盗まれてませんか？自分の人生もっともっと価値のあるもんだっていう風な気がしませんか？これで本当にパーフェクトですか？もう全部いいんですか？まあ全部いいんだったらこれでいいんですけども、少なくとももうちょっとね、健康にも意識を込めたりとか、ゆっくりとスーパーで野菜を選んだりとかね、休暇をのんびり過ごしたりとか、今年の夏はどういうふうに過ごそうかなというスケジュールを彼女や周りの家族と語り合う夜が何回もあって、よしここにするぞみたいなね、そんなね、休みがあるから疲れを取りたいんだけども、ここを逃したらもうやってらんないから、後がないから、ここでもう無理やりやっつけ仕事しちゃおうかみたいなね、そんなバカンスの取り方ではなくって、何日無駄にしても全然痛くないよね。何日無駄にしてもこれも経験だよねって笑えると、そんな日々がね、遅れたらなと思うわけなんですけどね。いってらっしゃい。